まして、今回今一番最初一番バッターでやらせてもらいます。多摩美術大学の奥村祐樹と言います。よろしくお願いします。で今回自分がやっていただくパフォーマンスというものが、今から、まあ、もうちょっとしたらここに席が用意されているんですけど、この席に対象者として一人の人物に座ってもらいます。でその人物を見て思った印象をこっちにある机の上にマスキングテープなんですけど、使ったことある方多いと思うんですが、ここにマジックで印象を書き込んでもらって、それをちぎってその座っている対象者に貼ってもらいます。でその貼ってもらう印象は、もう皆さんがその人を見てパッと思いついたものでもいいし、何をしているんだろうとか、どういう生活を送っている人なんだろうとか、少し考えて貼っていってもらいたいと思います。まあ、ざっくりヒントとしては、社会的な身分だったり性格、どういう人なんだろう、性格みたいな。あともう一個は身体的特徴、顔のここが特徴的だなとか、なんか身長とか体の大きさとか、そんなところを書いていただければなと思っています。で、撮影、こちらのカメラで2人の顔面を撮影するんですが、その撮影時間は4分45秒です。4分45秒になると、こちらの携帯モードでアラームが鳴ります。そしたら書いていたとしても貼らないでください。でもう貼りにここに来てチャイムが鳴ったら貼っちゃってください。でそしたらもう皆さんはまたこの位置について座ってちょっと待っててください。感じです。はい、質問ある人大丈夫ですか。ざっくりでしたけど、はい、座った時に大体胸からここですね、これぐらいの範囲で映ります。一応こっちに向けて対象が座ったら見せますので、少し参考に見ていてください。はい、これに座る人は誰ですか。今から行きます。もうちょっと待ってください。まあ、我々だよ。そうです、一応もうこちらで用意してあります。用意してあります、お願いしてあります。安心してました。どっちの立場だと、ちょっときついだろうと。他には何かなければ、今来た方が入ってきてくれたら始めたいと思います。なので対象者の方は前の席に座ってください。はい。今から今目の前に座っている方の印象をこちらの机の方に置いてありますマスキングテープにマジック等で書きつけていただいて、それをこの対象者の顔面に貼り付けてもらいます。制限時間というか制作時間は4分45秒。今から、始めと言ってからですね、はい、撮影の方始まっていきます。で、この4分45秒のチャイムが鳴った段階で、もう貼る直前のものを貼ってください。でもここら辺で待ってる状態だったら貼る必要はありません。で貼る向きは、まあ、こっちから流れてもらってもいいですけど、こっち込んでたら反対側回り込んで貼ってもらっても全然構いません。大丈夫ですか。いや、事前に会話はないですか。あ、そうですね、対象者とまだ喋らないでください。この時は本当に今外見視覚で手に入った情報だけ、印象だけをどんどん貼り付けていってもらいたいと思います。いいですか。ちょっとよいしょ。それではよろしいでしょうか。よし、お願いします。
はい、どんどん思ったところにおっしゃってください。ご協力ありがとうございます。以上で自分の1回目のパフォーマンスが終わります。今回カリキュラム見ていただいたら
分かると思うんですが、今回の作品は1回目と一番最後の時間にも同じようなことをしていただきます。でそれまでに多分他の参加者も、こういったパフォーマンスを行われると思うので、その間に今回の対象者の人と少しコミュニケーションを取ったり、まあ実際のところはどうなんだろうみたいなところを突き詰めて、彼の本質と触れ合って、また今回1回目にやった印象と何か違うことに気づいたり、その人らしさを見つけていただければと思っています。以上で自分の1回目一番最初のパフォーマンス終わりとなります。ありがとうございました。若干転換ありますので、